あさってそれぞれ家に帰って、ね、その頃には戦争は終わってるだろうかとか言って。すごい結構奇跡かもと思うよ。そういうこと分かる人と超スペシャルな5日間だったと思うんだよね、うん、本当ね。そういうこと本当分かってたら戦争なんか本当みんな起こんないだろうって思ったんだけど、うん、でもこの時はなんか言わない方がいいと思って言わなかったんだけど、うん、私の生きている時間を誰かに奪われるためとかに生まれてきてるってことなんだろうなって。総務の石橋さんここにはいないんですけどね本当にその時に洗剤使わせてくれてヤシの実の無添加のですね本当にありがとうございましたこの窓からかつてそのホテルに泊まったおそらく宿泊客の人は全員がきっと少なくとも一度は外の景色を多分見たのでした。私は幸せになるということはどんな人でもできることだと思います。そんなことはないですよ。これってどうなんですか？なんか日常って普通に楽しかったり特筆すべき点とかないとやっぱダメだと思いますか？なんか普段の日常も普通に楽しかったりちょっとしたきらめくワンポイントみたいなのがあった方が良くないとか、逆にないとちょっと骨的な世の中のプレッシャーってあるじゃないですか。あるね。私が嫌いなのはそのプレッシャーで、そのプレッシャーさえなければ日常自体は全然嫌いじゃなかった